ニュルンベルク・バンベルク線は、フランケン地方の大都会ニュルンベルクとバンベルクを結ぶ鉄道路線で、ルトビヒ南北線の北部区間の一つにあたる。この路線は、レグニツ川に沿う重要な鉄道路線の一つで、ドイツ統一交通プロジェクト8号の基本計画によって、ニュルンベルクエアフルト高速線の合流線として改良されている。列車がニュルンベルク中央駅から出発すると、 はじめは、ビュルツブルグ、アウクスブルグ、クライルスハイムに向かう線路に沿って、西側に走る。そこで、ニュルンベルク・アウクスブルク線は、南の方へ、ニュルンベルク・クライルスハイム線は、南西の方へそれぞれ分岐して向かう。この路線は、ニュルンベルク・ビュルツブルグ線と一緒に、フランケン高速道路と平行に向かう。列車は、 貨物、タミナールとニュルンベルク総車場の間とローテンブルク、外駅を経て、市境界線を越し、フィルト中央駅に到着する。フィルト駅からニュルンベルク・ビュルツブルグ線とランガー線が、西側へ一緒に分岐する。列車は、レドニツ川上の七のアーチ橋と二つの路線の分岐点を通過し、フィルト市の曲線区間を経て、北側に走る。この路線は、レグニッツ川の橋へ続き、 左側に曲がって、ファッハ駅に至る。列車は続いて、エルタースドルフ駅を通過して、エアランゲンに侵入する。エアランゲンブルック駅で、ヘルツオゲナウラッハ9駅からの線路が合流する。エアランゲン駅を出発した列車はブロック3トンネルを通過し、アウトバーン73号と並行に走る。この路線は以後、バイアースドルフ駅を経て、ホルヒハイム駅に至る。列車が、 ホルヒハイム駅に到着する前に、ホルヒハイム・ベイリンガース・ミューレ線はこの路線に合流する。1990年までは、ホルヒハイム・ホエヒシュタット急線が、ホルヒハイム駅から分岐した。この路線は続いて、アウトバーン73号の上を横切り、終着駅まで左側のマインドナウーンガと右側の高速道路の間に続く。列車が、シュトルレンドルフ駅に至る前、 シュルッセルフェルトからの鉄道線がこの路線に合流する。その後列車は国道505号の下を横切ってハウプツモア国有林の南のふもとを通過しバンベルク中央駅に至る。2007年からフュルトバンベルク区間は交通量の多すぎる鉄道路線と評価されている。7アーチ橋の上で走行する快速列車フュルトの機関車格納庫。 ドイツで一番古いと推定される。1843年8月25日バイエルン議会がルドビヒ南北鉄道建設に関する法案を通過した後、工事は同じ年に始まった。土地の買い入れと路線経路の決定は1841年、設立された王立ニルンベルク鉄道建設委員会の責任だった。1844年9月1日、 ニュルンベルク・バンベルク区間は開通されて、同年10月旅客列車の運転は実現された。1862年のフィュルト交差点フィュルト駅の区間と1876年のフィュルト駅、グロースグリュントラッハ駅の区間の開通で、路線経路はフィュルト市の曲線区間を従って変更された。伏線化は1892年まで4時にかけて行われた。 1939年5月10日この路線の電化が完了した。1963年と1964年に連続列車制御装置の設置されたフォルヒハイム・バンベルク区間の試運転が行われ、旅客列車の時速 200km の高速運転は実現された。2006年8月10日、ニュルンベルクフィルト区間の複々線工事が ローテンブルク外の高架橋で始まった。それは、ニュルンベルクエアフルト高速船と、ニュルンベルクホルヒハイム区間の S バーン線路の追加建設の一部分である。2008年2月このプロジェクトに1億6200万ユーロが配当された。同省の拡大、レール及び、橋梁の取り替えと新設などが、複々線のプロジェクトの間に行われた。 フィルト中央駅とニュルンベルク・シュタインビュール駅には新しいホームが設置され、ローテンブルク外駅は S バン列車の停車にふさわしく改修された。フィルト中央駅には電子式信号扱い所が建設され、2011年12月からニュルンベルク・フィルト間の主信号機と車軸カウンターがこの信号扱い所から制御される。一方フィルト市の曲線区間も2010年末まで、 回収され、7アーチ橋には2つの線路が追加された。エルンスト・ケッヘル・コーン、オースワークンゲンデアレウェン・アイゼン・バーン・バウ、ウントビトリブ・ソード・ナング・マウフデン・ボンビトリエーブ・イン、ダイ・バンデス・バーン、13、14、1967、S445、452、ハインツ・ディ・アール・アール、カヌート・ライマーズ、 ホチジャシュインディーグケッツオバーキール1アウフラーゲヘストラバーラグ1991 ISBN3 から 777102342S39 バーンシュベルプンクトニュルンベルク DB インベスタイルトランドアイネミリヤードユーロインノイエクレースウントアンダーゲン DB コンツェルンプレッシュミティランフォーム1フェブルア2008アウフトログ フォンデアドイチェンバーンフィアダズイノベーティブエレクトロニシャ、ステルワークシミーズ、ディーフォンシーメンスシーメンスモビリティ、プレスインフォーメーション、18、ディテンバー2008、ABS バーン列車、普通列車、快速列車の時刻表ドイツ鉄道の資料。ありがとうございます。